360度ポケットついてますっていうのが水野さんから最近出ました。何個ポケット5、6、7、7ポケット。今回ワコールさんから CWX スピードモデルが出まして、これ履いた感がすごいです。フルーツはパイナップルが大好きです。アミノサルスのセキムです。今日はですね、パンツ、僕結構質問くるんですよね。どういうのん履かれてるんですかって、ジェルどこに直してますかとか言ってめっちゃ聞かれるんですよ。今水野さんから360度ポケットついてますっていうのが水野さんから最近出ました。でこれほんまに360度ついてたら、ジェル何個ポケット、 1、2、3、4、ここちょっと大きめ、5、6、7ポケットです。で、まあジェルだいたいフルマラソンで言うと僕4つぐらい取るんですよね。 4つか5つなので全然入ります。あとはちょっとね、暑いレースだったら塩のねタブレットだったりとかいうのも入れながら、まあこれすごいですよ。ちょっと短めやし、で全然生地もツルツルの生地だから、これはいいな、僕も欲しいぐらいかな。いいですね。まあこういうのを今水野さんだけじゃなくて、例えばノースフェイスさんだったりも昔から出てると思うんですけど、まあいや、こういうギアをね知り尽くすことで自分のそのちょっとしたストレスも改善されて、走りながら取れたりっていうのができるような感じのパンツなんで、すごいねいいと思います。でこれとは別に、別でこう大きいポシェットだったり、別でこの360度のポケットだったりっていうのも今売ってて、できるだけ右と左、例えばジェル4つ入れるなら1、2で後ろに3、4というようにバランスを考えて入れてほしいですね。で例えばその僕なんか結構すごい感じる方なんであれですけど、例えばここに携帯電話入れながらこうやって走るじゃないですか。そしたら右足痛くなってくるんですよね、ずっとこっちに体重かかってるから。だから4つとか5つ入れるときは1、2、3、4、5とかっていうように平均のバランス考えてジェルとかも入れてもらうことが一番大事なんで、そこも要チェックでお願いします。でですね、今回ワコールさんから CWX スピードモデルが出まして、これ骨盤をちょっと前に前傾姿勢させることでスピードが出やすくなるというようなモデルが発売されました。で僕はまだね、実際のとここれ履いたことないんで、ほんまに一回履いて走ってみたいと思います。今日だから今日ちょっと買って帰ろうかなと思ってるんですけど、今僕らの2時間30分の友人とかも結構これ履いてる人多くて、で、まあ僕はその結局ナイキ入ったり、今半スポンサーしてもらってるセイスカイさんだったりっていうので、まあいろいろ決まった商品を履いてたりとかしてるんですけど、太もものこの締め付けだけじゃなくて、ここの締め付けだけじゃなくて、ここの骨盤の部分の圧力をこうお尻から持ち上げることで、グッとこう持ち上げることで変わってくるんだなと思います。ちょっと一回履いてみます。これ履いた感がすごいです。しかも生地がいい。音で分かりますね。これこのちょっとこう薄めの素材、指見えますよね、薄めの素材で空気抵抗もほとんどないような感じで、ここの厚さっていうか、ここがすごいこうギュッと引き締まってるような感じから、ブレないんかな、ブレも防止されてるような気がしますね。で特に重さも感じず、だから履いてるんですねみんなね。まあ、ちょっとすごい初めてやけど、すごい気になりました。今パッて履いた感じ、ナイキのものよりもいいような気がします。ちょっとこれ大会で一回履いてみて、で2タイムズユーも僕結構好きで何個か持ってるんですけど、まあその違いとかもまたこうやって動画上げれたらいいかなと思ってますんで、まあとにかくこのセブンポケットの水野さんから出てるものと、まあこれ今回ご説明させていただきました、 CWX スポーツモデル、はい、これはもう本当こう今からでもトラック時期にね入りますんで、トラックの人とかも多分人気出るんやろうなと思うんですけど、まあ、僕がまず一回履いてまた一回結果出しみたいなと思いますんで、よろしくお願いします。はい、ということで今の話の中でよかったなと思う方はチャンネル登録とグッドコメントよろしくお願いします。
で今日はですねスーパーフィットさんのインソール、ちょっと一回入ってみます。おお、きた。土踏まずの部分がしっかり支えてくれてる。これは日頃から入れておくことで体重のかけ方だったりっていうのが整ってくるような